ちは、ともきんこと、ともがいりょうたです。さあ、今日もね、ボイパ講座をやっていくわけなんやけど、最近、こうやってボイパを動画で教えてて思うのは、技をきちんと覚えて使っていくことも、もちろん大事やねんけど、でも、それ以上に大事なことがあって、気づくことっていうのが、もう一番大事やなっていうふうに思うんですね。例えば、8ビートを打ってて、あ、もうちょっとこうやって工夫したらもっとリズムを安定させることができたとか、もっとスネアの音をきれいに出せることができたとか、そうやって気づいていくこと、これを積み重ねていくことが一番大事だと思うんですよ。だからみんな、ボイパで一番大事なことって言ったら、技を覚えることよりも一つ一つ気づくことで、鋭い視点で見ること、いろんな物事を見ること、これが一番大事なことやと思います。じゃあね、次の画像をご覧ください。はい、この画像を見て正直に、左下を見てくださいって言ってんのに、この矢印の通り見たっていう人、はい、この人はね、気づきがまだまだ足りないと思います。もうちょっと頑張って気づいていきましょう。え、僕はどっちを見たかって。まあね、僕はこの画像見た時に矢印の先を見たんですけど、でもまあ後々よく考えたら、あ、こっちは右下やなっていう風に思いました。はい、それではボイパ講座に行きたいと思います。じゃあ今日のリクエスト読んでいきますね。ともきんさん、16ビートについて教えてください。あと、ベースについても教えてください。ということでね、今日はこの2つの16ビートとベース合わせて、もう16ビートの中でベースを入れたビートとかをやっていこうと思います。とりあえず16ビートでいろいろ遊んでみようってことで、まずはこの実演をご覧ください。はい、いかがでしたか。これは16ビートの一定のリズムパターンを刻んでいて、これも合言葉があるんですよ。ボンツポカツツポツポツポカ、これをずっと刻んでいるだけです。このボンツポカツツポツポツポカのボンの部分にブーとかブンとかブーっていう3種の音を入れています。で、まず一つ目に、今回リクエストにあったベース。ベースって言ったら、ノードベースでもなく、もう普通のベースとして紹介するんですけど、ブン、ブン、ブンっていう風に、こう、鼻から低い声で、ブン、ブンって出すだけです。で、これをボンのところに当てはめて、ブン、ブカ、チプチプチプカ、という風に、16ビートに入れ込んでやればうまい具合にいきます。じゃあ次は、ブーっていう音なんですけど、これ出し方は、ブーっていうリップロールあるじゃないですか。リップロールに高い音、高い声を混ぜた音。これを、うーんって、もうちょっと、うーんって食いしばるようにしてください。で、唇を固くして、で、それで思いっきり、リップロールの要領で弾いてください。そしたら、ブーブーっていう音に変わります。これが、今回使っている音なんですよ。で、これをまたポンのところに入れてやります。そしたら、っていう風に刻むことができます。で、最後、三つ目にやった音。ブーっていう音ありますよね。これは、ビューって喉ベースを出しています。喉ベースって言ったら咳払いの、から出してますよね。で、まあ、これは詳しいやり方。下の動画の説明欄に載せているので、ぜひそちらで確認してください。で、他にも、初心者の方で、バスドラの音、リムショットの音、これらの音が分からなかったら、それも一緒に載せとくので、ぜひ覚えちゃってください。で、このビートは、ボンツポカツツポツポツポカ、この合言葉通りにずっと刻んでいるだけなんで、あとはボンのところに効果音入れちゃってるだけなんで、ぜひ、これをいろんなところで使って、もう、みんな、ボイパで活躍
してください。はい、今日のボイポ講座はいかがでしたか。こんな感じで皆さんからのリクエストにお答えしております。 Twitter、YouTube、Facebook は最近やってないんで、まあ、これ覗いといて、で Twitter、YouTube でぜひぜひコメント、メッセージくれたらリクエストに答えていくのでよろしくお願いします。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方はぜひともチャンネル登録をして動画の最新情報をゲットしよう。それではスポッ、スポッ、See you next time。また次回もお楽しみに。